あらいらっしゃい。あれはね、ほんと寒い冬の日のことだったわ。私がね、クラウドさんでこうしてまた赤い疑似箱を落としていた時のこと。やめよやめよやめよ、ダメダメダメ、やっぱりこのテンション無理、怖すぎる。いつも通り行くわね。なんで私あんな調子乗って怖いサムネ作ったんだろう。というわけでね、ここからはね、対角線狙っていくわ。でもここまでの説明なんかいらないでしょね。でも頭の方からそうだから、角と角の奥にかけてちょっと手前にと思ったから、これ全然ダメ。はい、だったわ。言ってる場合じゃないのよ。これじゃやりにくすぎるからさ、クラウドさんすいません、お願いいたします。はい、というわけでね、クラウドさんのスタッフさん両手で丁寧にそーっと形が変わらないように平行移動してくれたんだけど、ちょっとだけ変わったかもしれない。でも大丈夫よ、ありがとうね。私にとってはありがたい。さ、というわけでね、これな、こうなったらね、もう左のうなじね、がっつりとデリケートゾーンに爪を入れて、ギュンとスライドさせていくわね。はい、ちゃんとデリケートゾーンに爪は入ってるわ。ここでギュン、あら、思ったより動いたわね。ね、あの動きだったらもしかしたらもうちょっと手前から入れたら一発でいけたかもしれない。さあ、ここからよ。いい？もうこの形だとさ、右側をしっかりと押さえて左でめくっていく、いわゆるね、私で言うね、押さえめくりなんだけど、これしっかり爪入ってるでしょ。なのにさ、なんで？え、全く動かなかったじゃない。というわけで、これがなぜ動かないかちょっと説明するわね。この台のアームは加工していくときに時計回りにねじれて降りていくのね。ほら、これ見てでしょ。静止画で見てみるとこんな感じになるんだけどねえ、明らかにねじれてるわよね。っていうことはよ、はい、この図見てね。そう、この図の通り、降りるときにねじれていくと、登っていくときは同じように元に戻ろうとしながらねじれていくから、今度は反時計回りにねじれていくのね。で、上がっていくときに力のかかる向きっていうのはこういうことになるの。当然、アームが動いていく方向に対して力がかかるっていうこと。降りてくるときに反時計回りで降りてきた場合は、上がっていくときは時計回りになるから時計回りに力がかかる。で、こっちはね、降りてくるときに時計回りで降りてくると、上がってくるときは反時計回りになるから反時計回りに力がかかるっていうことなのよ。はい、じゃあね、それを踏まえてさっきの箱の向きね、こうなってるじゃない。この時右側を押さえて左側をめくるっていうことは、力を加えたい向きはこうなのよね。つまり、この設置している方をちょっと上へ上げたいわけよ。ね、それはなぜかっていうと、横から箱を見た時にこういうこと。こんな感じで橋に乗ってるような赤い箱。これを上へひょいっと上げてやることによって、ここ、そう、手前ね。今回の場合は手前の角が外れて、そして、プップッピッドゥするっていうことなのよ。じゃあもう一度さっきの図を見てみましょう。今の箱の形はこういう風だから、力を与えたい向きはこう。ただし、そう思い出して、この台のアームは加工時に時計回りにねじれていった。ということは、上がってくる時は反時計回り、反時計回りの力の向きは、これをさっきの図と照らし合わせてみるとね、逆なのよ。つまり、与えたい力の向きが合ってないから、さっきは落ちなかったっていうわけね。じゃあさ、これどうしようっていう話になってくるじゃない。セオリー通りに行くのであれば、アームを右に寄せて、ここ、左の角、バー奥、もしくはバーをギリギリ手前ぐらいを狙って、ひょいっと上げてやると、意外とプップッピとできるんだけど、今回はこの押さえめくりとアームのねじれ、この関係性をどうしても検証したいじゃない。だからさ、あえてさ、この右側が浮いてる箱を、左側が浮いてる箱に変えればいいだけなのよね。
これでプップピドゥができれば、この話はあながち嘘でもないんじゃないってことになるでしょ。じゃあやっていくわよ。箱の向きを入れ替えるだけなんだけど、さっき言ったみたいにさ、左側しっかりかけちゃうと、万が一ね、プップピドゥしちゃう可能性があるじゃない。まあ、してもいいんだけど、それだから、ちょっとだけね、外して、そう、こうやってまず一回設置をさせるわけ。ここからだとなかなか一気にプップピドゥはしづらいから、それでもう一度ね、今度はちょっと手前気味、箱を持ち上げるようにして、ずらさないように、上げてあげる。ギュッと上げてあげれば、はいねー、ちょっとさ、2手かかるんだけど、こんな形にしてあげる。そしてそう、さっき言ったようにアームを左押さえて右をかけてあげる。これでいけれるはず。ほらね、見て、言った通りでしょ。まあいろんな要素はあると思うけどさ、何はともあれプップピドゥよ。プップピドゥ。チャンネル登録、評価ボタンお願いしてもよろしいかしら。はい、じゃあもう一度ね、クラウドさんで赤い箱触っていこうと思うわ。これもね、まあ相変わらずなんだけどさ、どこが軽くてどこが重いかわかんないからさ、適当に右うなじね、右うなじを初手で触っていく。若干手前気味かな。立たない立たなかったわね。今ね、場所的には結構立ちそうな感じだったんだけどね、これは立たなかったわね。うん、ということは結構箱上の方軽いかな。あー、ついたわ。でもね、これこの幹の強さね、これだけ箱を浮かせられるってことはかなりの強さがあるわね。これはね、ぜひ頭に入れておいてほしいわ。失敗を失敗だけで終わらせない、これも結構大事なことかもしれないわね。人生の中で、いやいやいや、そんな大きい話じゃないわよ。あらほら、そんなこと言ってるからさ、失敗したじゃないね。本当はバテバに入れたかったんだけど、あーはい、だったわ。わお。さあ、こうなったらね、お尻かうなじどちらかを触っていくといいんだけど、私はね、基本的になんだかね、お尻触る方が好きなの。ここのデリケートゾーンね、しっかりと手を入れて、んー、ちょっと待って、向こう側に爪が見えない。これ入ってないかも。いまいち動きが、やっやっぱりほらね、爪が入ってないとさ、やっぱりこんな動きになっちゃうのよね。ただね、ちょっとだけ進んでくれた、角度がついてくれたからすごくありがたいわ。じゃあね、もう一度右手をしっかり、右お尻、爪が今度はしっかり入ってるみたい。じゃあこれでシュッと書いて、シュッとシュッ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 、全然シュじゃない。何、なんかすごく予想外の動きをしたわね。まあいいわ、しょうがない。じゃあね、これね、右の手前をしっかりと引っ張って、もうちょっと深くはめていこうと思うわね。こう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 、そう違う、そう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 、今言い間違え、こうこうとそうそうって言い間違えることある？あんまりないかな。はい、きっちりと横はめはまりましたね。割とね、深くはまってるからね、これはなかなか期待できるんじゃないかしら。見る感じね、右側も左側もね、きっちっと設置してるからね、これはもう右左どっちでもいいわ。手前とか、あーとととととばおく、どう動くこれね、よいしょ、あー何、いい感じで動いてくれるじゃない。できたわよ、ついさっきやった押さえめくりの形で。これは左を押さえて右を上げる。でもちょっと待って、さっきのさ、クレーンのさ、ねじれ、ほらやっぱり時計回りにねじれてるっていうことは、今回もまた逆なのよね。たださ、ちょっと思い出してみて、月がすごく強かったじゃない。これが実はね、今回は利用できるのよ。じゃあ見ててね。
さっきの押さえめくりよりもちょっとだけ、ちょっとだけね、内側寄りで左手を止めるの。ね、でこれでしっかりとギューって押してあげる。そう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 、悪くない悪くないわ。右手はねこれ入ったら言うことはないんだけど若干入らないかな。まあね、入ったところでね、さっき言ったみたいにさ、力の向きが違うからめくってくれるかどうかっていうところがあるのよ。だからね、もう一度もう一度そうそうそう見ててね、また真ん中ぐらいからしっかりと押し込んでいくね。これで右手はまあ入らなくてもいいのよ。これは入らなくてもいいの。なんでかっていうとね、じゃあね、ちょっと見てくれるかな。一見同じように見えるんだけど、こうしてみると分かりやすいね。ほんの少し、ほんの少しだけどちゃんと進んでるのよね。あの押しの強さがこれをやってくれてるの。だからね、もう右側もうじき落ちそうなところ、ここもしっかり右で、ほらさっきと全然押し方違うでしょ。これ右入ってるように見えるんだけど実は入ってないの。スッて、ほら来たわーね。これさ、アップでよく見てみるとわかるわ。右全然仕事してないのよ。ほらね、左の押しの強さだけでプップピドゥができるのねえ。状況によってはこういうこともできちゃうわ。じゃあ行くわよ、せーの、プープッピッドゥよ、プープッピドゥ